お一人こうスタートするのにいくらぐらい用意すればいいんですか？一応200万円っていう形になってます。なかなか始めやすいフランチャイズですね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。フランチャイズチャンネルショー2024 8月3日土曜日11時から秋葉原 UDX やります。今年はゲストがすごいのね。はい、こんなゲスト、はい、すごい、みんな来てね。はい、日本お掃除大工加盟説明会やるよということで、榊原さんと村長に来てもらってます。どうもよろしくお願いします。お願いします。どうでした、収録は？まずはめちゃくちゃ緊張しましたね。あ、そうですか。はい、前回時間がちょっと前倒し、はいはいはい、はい、関係で着いた瞬間スタートで、もう前準備なしのスタートで、ここの打ち合わせもなかったんですよ。早まったんだ。それ大変でしたね。心の準備的なものはね。そうですね。だから汗だくになりながらやってました。うん、どうでした？僕はまあ加盟店側なんで、まあ、応援という形だったんで、そんな喋ることなかったんですけど、うんうん、緊張が伝わって、あ、僕もこう緊張して。なるほどね。でよかったですよ。うん、ありがとうございます。みんなも好意的じゃなかったですか？なんか厳しかった、みんな。どう、竹村さんに突っ込まれてビクビクしながらも、まあ、あの件はまあ解決したからいいんじゃないですか。ああ、そうですね、はい、大変失礼しました。基本的にフランチャイズ版タイガーファンディングっていうのは、ある程度成功されてる方が出るから、令和の虎で激詰めされるのは、その全然成功してないしうまくいってないのになんかお金出してくれとか、そういう時はね、やっぱね、だやっぱフランチャイズ本部ってのはそれなりにうまくいってる方が、ね、うまくいってるじゃないですか。でね、その加盟してる方もちゃんと儲かってるっていうことだったら、それはそんなね詰められることはないんですよ。そうですね、うん、じゃあ改めてどんなフランチャイズか、もう一度教えてもらってもいいですか？日本掃除代行と申しまして、ハウスクリーニングだったりとか、現状回復工事を中心としたフランチャイズの本部っていう形になってます。でメインの作業としては、まあ、エアコンのクリーニングだったりとか、一般家庭のお掃除の他に、引っ越しが終わった後の、お部屋のクリーニングの他、そこの壁紙の補修再生とか、そういったことをやってる、フランチャイズ本部となってます。どうですか、あの加盟してみてどんな感じですか？僕は5年前にフランチャイズを加盟したんですけど、はい、自分が初めてやる事業だったので、はいはいはい、不安だったんですけど、いろいろ教えていただいて、はい、もう1ヶ月目から単月黒字出て、順調にこの5年やってるんで続けさせてもらってるんですけど、ね、はい、よかったですね。なんかいい事業に出会えてね、はい、そうですね。お一人こうスタートするのにいくらぐらい用意すればいいですか？今現状は初期費用、資材費、機材費とかも研修とかも全部込み込みで、一応200万円っていう形になってます。じゃあ200万円あればスタートできると。はい、そうです。なかなか始めやすい感じですね。そうですね。どんな人が適してると思います？適してる方っていうのは、もう正直現場に出られる方であれば、場面な方っていうのがまずあると思います。やっぱりお客様の家でもお掃除って形になるので、どこまでやるかっていうところも正直出てくるんですけども、やっぱり豆な方の方が綺麗にできるっていうところがまずあります、うん、もう一つはやっぱオーナー型とかであれば、従業員の管理の部分、採用の部分、この部分がまあ重要になってくる部分にはなるので、やはり従業員とかをたくさん抱えることができる会社とかの方が、同じ業の方に関しては強いかなとは思いますね。そんな感じなの？はい、僕自身別に福祉の事業やってて、うん、箱持ってるんですけど、うん、そういう人とかだったら自分の自社も綺麗にできますし、うんうん、いろんなまあ横のつながりとかで、あの仕事もいただけるので、そういう方は適してるかもしれないですね。なるほどね、はい、まあ、そういう方がいらっしゃれば、8月4日日曜日16時から、新宿で、ね、僕が持ってる会議室がありますので、そこで、加盟説明会したいと思います。でも申し込みはこちらです。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト、豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、